こちらこちら。なんだね。ジャニーズの最高傑作といえばスノーマンだね。そのメンバーで一番かっこ悪いのは宮舘さんだね。あいつなんでスノーマンに入れたと思う？強運かな。そんなスノーマンの最新シングルの MV が公開されたね。ほう。田舎者のサクセスストーリーを歌ったカッペストーリーという曲なんだよ。その MV で宮舘は勃起しているのよ。 MV で勃起って前代未聞だね。カッペストーリーの衣装は和装もあるんだけどさ、伊達様には特殊な性癖があるんだよ。どんな？和装を着ると勃起症だよ。そのままの意味だね。和装を着ている時の股間の膨らみが異常なんだよ。そうなの？伊達様の伊達様に血液が集中している状態なんだよ。なんでそんなことになるの？それは本当に残念な話なんだけどさ、現代の医学ではまだ解明されていないんだよ。